皆さんこんにちは。今日は、モーツァルトのドン・ジョバンニに関するお話をさせていただきます、と言いますのが、私自身がこのオペラが、モーツァルトがこのドン・ジョバンニを実際に初演した、しかもモーツァルト自身がその劇場に雇われていた、その当時のスタボフスキー劇場、今のエステーツ劇場というとてもとても美しい劇場がありまして、で私自身も非常に偶然なんですが、チェコで、日本のオペラの上演の演出家で働いておりましたが、それが評判がとても良かったおかげで、この素晴らしい劇場からもご招待いただきまして、ぜひ上演してほしいとということで、その翌年の1月に、実際にプラハに参りまして上演しましたと。でこれはそのこちらは無我夢中でやっていたんですけれども、必死になって、オパバというチェコの町の劇場からその大きなトレーラーでその舞台装置建物かなんか全部運びまして、それで、このプラハの劇場に着いて、でそれをもって舞台の上で私が、舞台の大きさってみんな違いますので、元の劇場と全く同じという概念では通用しません。これは引っ越し公演で常に伴う問題でございまして、行った場所で聴衆に何が一番いいかという判断で、舞台の置き方を決めます。ですから私なりに、舞台の担当の方々にこれはあそこ、これはあそこで、もう少しあっちに動かしてというようなことを随分やりまして、で、ああ終わってよかったと、これでもう本番の準備ができたという時にふと気がついたんですね。というのが、1787年11月30日になるんですが、これがドン・ジョバンニがまさにこの劇場で、しかもこの劇場からモーツァルトが委託されてドン・ジョバンニというオペラを書き、彼が実際に劇場で指揮をし、指示を出してこれを上演したというとてもゆかりのある劇場なんですね。で一旦準備ができてみると、演出家というのはもう仕事はないんです。あとはもう指揮者とオーケストラと歌手の皆さんに頑張ってもらえるでしょうがないと。でそうするとはっと気がついたのがですね、そういえば約220年前にモーツァルトご自身がドン・ジョバンニを実際に初演するというその時になった時に、同じようなことをして、舞台はあそここうしてとか、オーケストラはそれじゃということをやっていたんだなと、ということにふと思いが至るとですね、なんとも得も言われぬ感慨深いものがありました。ああ彼がいた場所に自分も同じところに立って同じようなことをやられたという、その喜びといいますか驚きみたいなものがありましたですね。そういうご縁があって、ですから特にドン・ジョバンニというこのオペラに関してはそれなりに私が心がこう惹かれるものがあるんですね。でこのエステーツ劇場というのは実は NHK やなんかでも随分紹介はされているんですが、せっかくですから少し画像をご覧いただきます。これがエステート劇場で、元の名前はスタボスキーというチェコ語で言うんですが、今エステーツ劇場という名前でありますが、基本的にはほとんど何も変わっていない。ですからモーツァルトが働いていた、しかも雇われていた劇場で、その時代とほぼ同じままで保たれている非常に珍しい劇場なんですね。ですから皆さんもプラハにおいでになったら、ぜひ一度お立ち寄りいただければいいかなと思う次第です。で、実際に劇場の中は、これが美しいんですよ。もう本当に本当に美しい劇場で、もちろん私が準備した時はそんなもの目もくれずに舞台の上しか考えてなかったんですが、落ち着いてみるとなんと美しい劇場だろうと。で、約700人の収容人員の場所です。ですから日本の常識からしたら決して大きいものではございません。ただ実際に上演する立場からするととてもとてもやりやすいですね。
というのが非常に大きなあの劇場でありますと、そのよほどいい席のチケットをお持ちでない限りは、その舞台の上、舞台っていうのはもうちっちゃく見えるんですね。で、その舞台を見ていて、実は目の周辺全部は聴衆やらないやかみんな見えちゃうわけなんですね。ですから特に横に広い劇場というのは非常にやりにくい。で、ところが700人ぐらいの劇場、あるいはオパバで私がやってきた劇場は350人の収容人数なんですが、これが実にやりやすいというのが、皆さんもその場で一度お座りになると分かりますが、舞台がこれぐらいの視野に来るんですよ。つまり自分に見えているもののほとんどが舞台なので、舞台にこうふっと自分が入っていけるんですね。だから心が通じやすい。だからその意味で、ちっちゃな劇場の良さというのもぜひおいでになった時に体験していただけたらと思います。で、ついでながらこの劇場は初演をした劇場でございますので、この劇場には実際にあのドン・ジョバンニを上演した時の実際のパンフレットが残っています。これがまあその例で、ちょっと画像悪いんですけれども、で、まあ、だからといってなんじゃということなんですが、あの時代のものをやるにはとてもいいサイズ、つまり後々のオーケストラがバカでかいというのは別として、必要なオーケストラも素直に収まってくれるし、とても感じがいいんですね。それでこれが、まあ、オーケストラピットの写真になります。で、音響が決して鳴りすぎない、響きすぎない、しかしきちんと届くという意味では歌手にとっても使いやすい劇場であったと思います。それで実際の舞台の大きさをご覧いただきますと、これが私が実はここで上演した時の記録写真になりますが、これはドン・ジョバンニではありませんけれども、だいたいこんな感じ、つまり人がどれぐらい並んだらどう見えるかっていうことが分かるサイズになりますね。で、これが、まあ、ちょっと珍しい写真ではありますが、ドン・ジョバンニを上演した後の、つまり舞台が終わった後ご挨拶の場面になりますが、これはドン・ジョバンニを実際にやった時の場面で、私自身も2度ドン・ジョバンニの上演を見ております、この場所で。で、これがまあロビーといえばロビーで、まあ、こんな感じのロビーで、とても雰囲気のある落ち着いたいい感じの場所になります。で、実際にまあこれが劇場の横側の写真になるんですが、これが私が演出家として上演した時のやつで、恐ろしいことにチェコのオペラでは指揮者と演出者の名前しか看板に出ないのです。つまり歌手で売るなぞということは見たことはないと、ポスターを見ていて、これは足が震えます。なかなか辛いものがありました。さて、そんなような前置きでまず劇場をご紹介させていただきましたが、いよいよ本題のドン・ジョバンニのオペラで、ぜひ私が皆さんに、知っておいていただきたい、もうモーツァルトの才能がもうここまですごいのかという部分に限って、お聞きいただきたいと思います。ドン・ジョバンニ、これはもう14世紀15世紀のいわゆる女たらしで地獄に行くという話を お坊さんが戒めのために書いたというのがどうも元らしいんです。で、ところがまあ面白いんでしょうね。それでそのいわゆるドン・ジョバンニ、ドン・ファンという話が、まあ、世界中に広まっていったようです。で、まあ、その中の一つとしてこのモーツァルトが依頼されたドン・ジョバンニという台本ができたのだと思います。で、要は女たらしのドン・ジョバンニ君がその街で見かけて、これはと思った素晴らしいお嬢さん、ドンナ・アンナさんの家に夜そっと忍び込むんですね、寝室に。
で、なんとかものにしようと当人は努力するわけですが、実はどんな案内状はもう大声で悲鳴を上げてしまったと。で、そうなるともう屋敷中が騒ぎになって、そこに、どんな案内さんのお父さん騎士長、その騎士の長たる立場の方がこの不埒者ねということで剣を持って飛びかかってくると。そうするとまあ正当防衛というのもいくらなんでもなんですが、ドン・ジョバンニからしても本当にやるのと言って戦い、結局ドン・ジョバンニが騎士長を刺し殺してしまうと。で、どうもこっから後がドン・ジョバンニの話ではみんなもう月が取れちゃってやることなすことうまくいかないという遍歴が始まるわけですが、そうしますとその話の途中でもう村人から何からみんな、あるいはその関わってきたその人たちがもう頭にきて、あの野郎袋叩きにして殺してしまえみたいな状況に陥るんですね。で、それでドン・ジョバンニもさすがにこれはまずいと思って、逃げて隠れようとすると、その逃げる過程で飛び込んでいった場所が墓場だったんですね。で、そうしてそのこの墓場に入ってやれやれここで見つかることはなかろうと思った瞬間に上の方から声が聞こえてきて、ドン・ジョバンニ。で、これはなんと殺された騎士長を記念する石の像がその墓場に祀られていたんですね。で、もうお供のレプレロはもう怯えてしまって、もうダメだもうダメだと言ってる中で、ドン・ジョバンニは何か用かと、と言って対話が始まってしまうと。そうすると石像、騎士長の石像自身は、お前ももういい加減悪いことはやめたらどうだと、悔い改めよと、と諭そうとするのですが、ドン・ジョバンニは俺は俺のやり方があるということで、断るんですね。で、お前まあなんなら今夜俺のうちの晩飯食いに来ないかと、なんと堂々とドン・ジョバンニは石像に誘いをかけるわけですよ。で、そうして場面が転換しますと、ドン・ジョバンニの家のダイニングルームで、ドン・ジョバンニの前に食事を持ってこいと言ってその食事を始めてるわけですね。そこにすごい音とともになんと石像が現れるんです。で、ドン・ジョバンニ自身はいくらなんでもその墓場の石の像が来るとは思ってなかったんだけど、そこはもう来たら来たでいいと、飯の準備をしろというようなことから話が進むわけですね。ちょうどこの場面から私が皆さんに関心を持っていただきたい、そういう場面が始まります。で、元はと言いますと、まあ、これは後で楽譜ご覧いただけるといいんですが、ここで騎士長がドン・ジョバンニと言ってこう朗々たる声でドン・ジョバンニに歌いかけると。で、そうするともう部下のレポレロなんぞはビビっちゃって、もう終わりだもう終わりだって叫んだの、うんって言って、もうさすがドン・ジョバンニ腹が据わってますから、食事に来たなら食事をご馳走しよう、おい準備しようっていう場面に入るんですね。で、そこの後でこの部分になるんですが、これまた後楽譜をご覧いただきますけれども、非常によく似た旋律、これもそのご覧いただくと分かるんですが、この旋律が全くの繰り返しではなく少しずつ変わるんですね。で、普通の楽譜ではよくある話で、音が大きく上の方に上がっていって、そこがクレッシェンド、クレッシェンドっていうのは 音量がどん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 大きくなっていくと。で、大きくなったものは小さくならなきゃいけないから、今度は下がりながらちっちゃくなっていくというのが普通の流れです。で、そのいい例で思いつきましたのが、
有名な童謡の赤とんぼなんですね。で、これはまあ楽譜をご覧になるとわかるんですが、追われてみたのはいつの日か、つまり上がりながら強調してスーッと消えていくと、思い出がつながっていくという意味でクレッシェンドをして、それからデクレッシェンドするのが普通なんで、これはもうどこにでもあります。何も赤とんぼなくてもどこにでもあります。ただし、この楽譜が異常だと私が最初に思ってびっくりしたのはですね、行きはいいんですよ。行きは音がどん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 上がっていって、クレッシェンドで音が大きくなっていく。そっからスーッと降りながら静かになっていくんじゃなくて、ポンとピアノ。つまりちっちゃな音で継続しなさいという場面に入るんです。で、こんな楽譜は見たことがありません。もう異常としか言いようがない。で、そこでいろいろ考えました。これは一体何なんだろう。そうすると、ある時点で、あ、そういうことなんだ。ということが、私には分かってしまったんです。で、実際にこれがどういうものかというものを実際に実演してお聞きいただく方がよく分かるかと思いますので、これを挟みます。今日実は来ておりますのは私なりの努力でありまして、モーツァルトの時代に普通に着られていたトラヒテンという名前の昔の服でございます。で、まあ、少しでも雰囲気を出そうと。まあ、私が石像になるわけにいかないので、まあ、せめてその時代のものをある程度想像していただければいいかなと思って、まあ、こんな格好をしてきた次第です。で、さて、この音楽が、石像が歩いていくというところを示すとすれば、演出家としては新しい情報が手に入るんですね。つまり、ドン・ジョバンニのダイニングルームのドアを蹴破ってでも石像が現れるわけですよ。で、そこから一歩ずつ歩いていくと。そうすると舞台の上で石像登場の地点からドン・ジョバンニの食卓、彼の目の前まで歩く距離がだいたい4メーターから5メーターになるんですね。で、この初演をしたスタボスキー劇場の間口全部で14メートルですから、なかなかいい感じで舞台のかなりを横切って石像が歩いてくるという場面にできる。だから演出にあたってはそれを考慮しておく必要があります。では実演をご覧ください。いかがですか？これでこの楽譜の、モーツァルトが書いたこの楽譜がなんと硬い石像が歩いてるんだということを確信していただけましたでしょうか？で、まあ私なりにいろいろな上演を見てきましたけれども、そういう解釈でなされたドン・ジョバンニの上演は見たことがございません。ですから皆さん、これからドン・ジョバンニをご覧になる機会があったら、ぜひどうなっているかを比べてみてください。そうして、このモーツァルトのもう本当に素晴らしい天才のひらめき、歩く石像を描こうなぞという大それたことをやったモーツァルトに、私は心から賛辞を送りたいと思います。